主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ史技術史交通史各国の交通史日本の交通史街道、中仙道、北国西街道、荒井馬宿、歌川広重、基礎街道69時、荒井場荒井馬宿は、中仙道にある、宿場町。日本橋から31番目の宿場町である。また、北国西街道の起点である。荒井馬宿荒井馬宿は、 松本盆地の南端、標高750メートル前後、奈良川右岸に置かれ、中仙道に沿って形成された宿場町である。日本橋から31番目の宿場町である。慶長19年中仙道の経路変更に伴い、荒場層に武田信玄が設置した天満宿が沿道に移設されて形成された。塩尻塾、元山塾と同時期の成立である。 現在の長野県塩尻市周賀に相当する。荒井馬宿内で北国西街道は中山道から分岐していた。また街道を通行する天馬の荷物の重量を検査するため、官名改め書が置かれた。地名の由来は、源義仲の家臣が義仲の馬の足を近くの清水で洗い癒したことからと伝えられる。古くは荒井場とも記されていた。天保十四年の 中仙道宿村対外町によれば、荒井馬宿の宿内屋数は163件、内本陣1件、脇本陣1件、旗子29件で、宿内人口は661人、天馬は50人50匹であった。慶応2年には、吉丸屋の丸山左元太を中心に、夜直し一期の基礎騒動が発生した。脇本陣の旧志村家庭園は、芥川龍之介の短編。 庭のモデルとなった、元山塾までの史跡、ありがとうございます。